マーク・モリスは、イギリスのロックバンド、ブルート・オンズのボーカリスト、シンガー・ソングライターである、イギリスのミドルセックス州、ハウンズロー生まれ、母が16歳の時の子供で、幼い頃に、ジップは蒸発し、2番目の父は、妹のジップ、3番目のギフトは、折り合いが悪く、若くして、家を出て、一人暮らしをするようになるという、複雑な家庭環境に育つ。 ザ・スミスが自分にとって初めて意味を持つバンドだったが、リアルタイムで17歳の時に見に行ったストーン・ローゼズに衝撃を受けたことで音楽の道を志すようになる。まずは1992年にレコード店で出会ったアダム・デブリン、2歳違いの弟、スコット・モリスラとザ・ボトル・ガーデンというバンドを結成。そのバンドが解散した後、エズ・チェスターズが加わり、 ブルートーンズの結成へと至る。以降の経歴は、ブルートーンズの項目を参照。2004年から、マークは、ファイ、ロベド名義で、ブルートーンズの活動と並行する形で、ソロ活動を開始した。ある時には、ライブ活動が中心で、現在までに、日本を含む4大陸でライブを行っている。演奏するのは、ソロ曲や、ブルートーンズの楽曲に加え、 t ジ a ァンクラブやピクシーズなどの多くのカバー曲も披露していた。2006年2月、初のソロ作品、ザ・ファイ・ロベド・ EP をリリース。2008年5月、初のソロアルバム、メモリー・マッスルを発表している。バンド内では、その少年のような甘い歌声で、バンドの個性を象徴しているとともに、ほとんどの曲の歌詞も担当している。彼が書く歌詞は、デビュー当初は、 孤独や別離を歌ったものがほとんどだったが、徐々に視者に富んだユニークなものが多くなっていった。ライブにおいては、デビュー当初は一部ハーモニカを演奏する以外は、ただ歌っているだけだったが、後にギターを持ちながら演奏することも増え、近年では曲によって一部キーボードを演奏している。また、腕には動物や花柄の色鮮やかなタトゥーを入れている。ちなみに、コメディ番組、 リトルブリテンで有名なコメディアンのマット・ルーカス、デビッド・ウォリアムスとは友人関係にある。マットとデビッドがブルートーンズの楽曲や PV に参加する一方、マークはリトルブリテンに亀を出演したり、アルバムザ・ブルートーンズ収録曲のフェード・イン・フェード・アウトをデビッドに捧げるなど交流は深い。また、レーザーライトのドラマーであるアンディ・バローズとも交流があり、 彼の主催するチャリティコンサートにゲスト出演している。初めて買ったレコードはマイク・オールドフィールドで子供の頃に入れ込んでいたバンドはデュラン・デュラン。しかし音楽的に影響を受けたのはザ・スミス、ストーン・ローゼズが最初で、他にもバーズ、バッファロー・スプリング・フィールド、スライアンドザ・ファミリー・ストーン、ラブ、スコット・ウォーカー、ニール・ヤング、 ティーンエイジファンクラブラをお気に入りのアーティストとして挙げている。同期のバンドでは、デビュー時から現在までスーパーグラスを高く評価している一方で、ブラーやオアシスについてはそれほど好きではないとのこと。ちなみに、メンズウェアについては、当時から現在までひどく嫌っており、バンドなんてもんじゃないと思うと切り捨てている。近年のバンドでは、カイザーチーフス、アークティックモンキーズ、 クラクソンズをお気に入りにあげる一方で、ザリバティーンズ、とりわけ、ピート・ド・ハーティについては、ソングライターとして、課題評価されているとしている。弟のスコット・モリスとは、非常に仲がいい。兄弟が同じバンドにいることについて、マークは、短所は、一切ない。長所を挙げたら、キリがないけど、何と言ってもコミュニケーションの部分かな。話がしやすいってこと、したことないよ。 いつも気が合うんだと話している。またバンド活動以外でも近年のソロアルバムやソロツアーにもスコットを起用していることからも変わらぬ仲の良さが伺える。ありがとうございます。